ああ、ジェネレーター止まったわ。大丈夫、あと半日、あと半日、あと半日、みんな、おしくらまんじゅうしよう。12時間おしくらまんじゅうしよう、みんな。な。はい、どうも、バンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画は、その配信を見やすく編集したものになっております。ということで、本編どうぞ。さあ、適応能力、死体。墓地と遺体の処分。遺体の処分は、遺体をヒートゾーンから守り、雪で覆います。寒さで腐敗が遅れるでしょう。遅れるだけな。墓地建ててあげよう。な。墓地は町に一つしか設置できません。お墓を建てましょう。これはだって寒くても、別にクソ寒くてもいいでしょ。最果ての地に墓地は作る。やっぱみんなでお参り行くのは、やっぱちょっと遠い方がさ、旅行感もあっていいじゃないか。だから墓地はここに建てる。忙しいこのゲーム、タバコ吸う暇がね、ちょっと今吸ってたけど。ジェネレーター領域アップの研究が完了しました。イエーイ。そうだな、あとはハンターの装備大事な気がするんだよな。そういえばこっちもなんだよな、製材所な。ウォールドリル、クレーターの壁に穴を開け、かつて森を形成した木々を取り出す。1日あたり最大160木材まで提供する。これでしょう、絶対これで。この蒸気核っていうのが1個必要だから、今来た人たちにちょっと蒸気核これ取りに行ってもらおう。蒸気核これ7個な、頑張ってくれな。ホームレスが9人いるね。もうさ、自分で家建てて、よし、オッケーオッケー。あ、どうした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 、感謝のメモやったー。介護施設から感謝のメモもらった。バンブーさんありがとうって書いてあるわ、超嬉しい。このゲームやっててよかった。ハンター小屋が欲しい。よーし、死者が埋葬できる。不満ががっつり下がったぞ。来たー、俺の時代。ちょっと飯がないよな。飯がない。あ、で待ってよ、労働者、あ、よかった、ここで労働者が10人来るね。で、子供たちはもうガンガン、ほら、エンジニアリング施設で手伝いしてる。最高。あ、もうこの子たち最高。でも医者にしときゃよかったなって今は思ってる。はぁ、蒸気かけ取りに行ってきます。行ってらっしゃい。赤切れとかには気をつけろよ、凍傷とか。とりあえずエンジニア仕事ねえだろうから、ここにぶっ込むか。24時間働いて、あー、やっちゃった、ごめんごめん、変な時に24時間やっちゃった。不満がすごいことになっちゃった。あっちゃー、やっちゃったー、変なことしちゃったー。か、住人が空腹状態です。あ、そうなんですか。彼らに食、いや待てよ、これゼロになることはないから、だったら、あ、いや待てよ、これ超むずいぞこれ。いや、でも彼らに食事を与えましょう、やっぱ希望を持たせよう。でもダメだった時にな、でも約束はできん、約束はできないから、約束しちゃおう。頑張る、努力目標。あ、待って、これもう蒸気核2個取れたんだけど。24時間勤務で頑張ってくれたからだな。ちょっと待って、石炭がない、ちょっと待って、石炭、ちょ、石炭、ちょっと待って、どこだっけ、石炭と掘ってるところ。この時間は閉鎖しています。あー、そういうことね。あー、オッケー。ちょ、これ石炭まずいな。スチームレベル1、あれ俺2にしたっけ、範囲設定2のスチームレベル1、これでしょ、これは、これ辛い。で、あ、でもちょうどね、気温下がるとき来ちゃったな、これ。疲れた。毎日が同じように単調だけど、進み続けなければならない。いいこと言うじゃねえか、おめえ。よし、目的。次、祭壇か夜の礼拝。夜の礼拝じゃねえ。これだってほら、夜の祈り。使用するたびに希望が増加し、不満が減少します。祭壇は近隣住民の希望を高めます。いや、違うね。やっぱアクションを起こして、やることが重要だから、夜の礼拝。信仰が大事よ。あ、祈りの館でできんのか。いいね、食料20使うって。どうしよう、ちょっと待って。ハンター小屋。労働者1人しかいねえ。おー、参ったね。これ参ったね。これ参ったね。これ参ったね。おー、参ったね。これ石材も若干。ナイス生存者、お前らを待っていた。僕たちは君たちを歓迎するよ。家がねえ。寒いってよ。介護施設寒いってよ。あー、参った。寒いのか。マイナス50度っつってるもんな。あ、これ石炭も間に合うわ。どうこれ、あったかいって言う、あったかいってならんのだったら、あ、動いた動いた動いた。
動いたが、動いたが石炭が足りない。これもう急務である。急務である。ここ石炭パイルあるよね。石炭パイルに人を投入。もう力技でいこう。調理場もう終わっとるな。いやーちょっと調理場外側に立てたの失敗なんだよな、完全に。他にもいろいろ失敗はあるけど、まず調理場が外側なのが辛い。ウォードリルサンキュー。ウォードリルマジでサンキューなんだけど、木材より今石炭なんですよね。ちょっと早かったっていうかレベル2になっちゃうんだよな、これな。あの研究終わった時点で勝手にレベル2になるから、それで石炭超無駄にした感はあるけど、大丈夫。あとこの日さえ乗り越えれば2段階戻るから、大丈夫大丈夫大丈夫。重度の凍傷、よし、腕を切れ、足を切るんだ。大丈夫だ、誰もになっても生きられる。どうした、子供たちの懇願。墓地にある作りたての墓の横で体の芯まで冷え切った少年を発見しました。何時間もそこにいたに違いありません。はあ、彼の死に直面しなければならない。残念だが。どうした、手足を失う。そっか、了解。手足ぐらいはなくなるもんなんだよ。で、そうだな、ウォードリルは、これウォードリル立てらんねえか。キー20、あ、立てられるじゃん。え、どこに、どこに、ああ、ジェネレーター止まったわ。大丈夫、あと半日、あと半日、あと半日。みんな、おしくらまんじゅうしよう。12時間おしくらまんじゅうしよう、みんな。な、吹きさらしの中で、18人のために何らかのシェルター、何らかのシェルター提供するから。ちょっと待てって、慌てるな。いろいろあるぞ、こっちだって。40人ホームレスだって、人が多いね。あったかくなるまで待とう。まずは医療の約束、あーごめんな、医療の約束は無理だって。よし、ここでよ、説教を行いましょう。何を言っているんだあなたたち。寒いのなんて今に始まったことじゃないじゃないですかね。ずっと寒い。マイナス20度もマイナス50度も寒いのは一緒だから、一緒。お前らはマイナス20度耐えられたんだから、マイナス50度だって耐えられるよ。じゃあそういうことで、どうだ。全然希望増えないんだけど、いい演説したと思うんだけどな。うん、そうだな、石炭採掘所作るかな。これマジで大事。さあ、でもほら、なんか火焚いてっから大丈夫よ。ほらほら、あったまるぞー。そろそろ気温が上がるぞー。いけ、頼む、耐えて耐えて。まあ耐えられる、余裕で耐えられる、これ大丈夫よ、大丈夫。どうした、地平線に見知らぬ人々、早く来てくれ、頼むから、頼むから早く来てくれ。あつが、やべ、こいつらずっと待機させてたら死んじゃうかもしれん。探索してきて、資源を採取する。やった、ありがとう。じゃああなたたちは黒い戦闘ここ行ってきて、何かわかんないけど、もう少しで気温が上がるよ。人々は絶望している。あと数日間は耐えなければなりません。大丈夫、2日もありゃ大丈夫だから。また寒くなるけどすぐ。あー、まずいまずい。あー、頑張れ頑張れ。大丈夫大丈夫。ほら、マイナス30度まで来たよ。ほら働け、ジェネレーターなんかいらないぞ。鉄がないんですよね、鉄が。鉄がないのと、あと研究進まねえんだが、なんで。お、ちょ、頼むよ、ほんと頼むよ。こっちも遊びでやってるわけじゃねえからさ、頼むよ。製材所必要でしょ。あとはここ、あ、製材所人入れるでしょ。で、石炭なんだよな。これ研究が進んでくれないと困るんだけど、研究結構時間かかるね。あと7時間かかるから、まあ、7時間といっちゃあっという間のような感じはするけど、もう掘れる石炭がここしかないので、頑張って集めてもらいたい。あと明日は大丈夫だから、明日は生き延びられるから、ここで取れればなんとかなる。石炭は解決する。よし、来た、よし来た、石炭問題は解決する。よし、そして新しいテクノロジーだ。製材所のアップグレード、効率 25% アップ。ちょっと待って、食事、シェルター、この辺も必要でしょ。温室、あー、温室は食材が取れるところだ、これ。うーん、必要だな、全部必要なんだよなこれってな。でもな、意外とな、ハンターの装備かな。狩猟で生食材が増えるから、まずこれじゃねえか。食料もねえし。食料もねえしな、まずな。どうした、多くの人を少ない食料で賄う。そっか、スープースープー、希望が低すぎます。あ、ダメだ。希望が低すぎて布告すら出せない。あら、
希望はすぐに何一部の住宅を温めましょう。石炭がない、石炭がない。まずいね。あ、大丈夫、これスチームレベル1でなんとかなる。で、範囲設定も何なら1でなんとかなる。これで大丈夫、これで大丈夫、これで温まるから、温まるから大丈夫だって。酔っ払いの暴走、そうだね、彼をそのままにしよう。なあ、酔っ払いは酔っ払わせてやれよ。辛いんだよ、こんな、こんな世の中で生きてるから。それは酔っ払いだけになるって。まあ、石炭なんちゃらできたんじゃねこれ。まだだわ、あと14時間かかるわ。すごいかかるんだこれね。あ、残り1時間、1時間未満、よし。大事なのはここだから、石炭のここの人たちをまず、10人ぶっ込んで、あまりをここに突っ込むと。これでいいね。ここで24時間。あ、やべえ、不満が。でも石炭が必要なんや、石炭が必要なんや。よし、黒いなんちゃら、はい、探索する。生存者、うおー、労働者38人。ちょっとみんなで連れて帰ってくよ。素材も持ってるしな、今素材持ってっから、ほらこんだけ素材持ってっから、これ帰ってきてもらおう。13時間で帰ってくるし、一回お帰りなすってして。あ、希望が不満より希望が。あ、子供3人大人6人が死んでるらしい。資源の不足、うん、今はできない。あ、延長シフトはできるじゃん。よーし、勤務時間を14時間に延長できます。いいこと聞いたな。まず石炭だな。ここは勤務時間を、14時間に変更します。はい、あなたたちはもうここ働いてくださいね。忙しいよ。で、ここは24時間頑張ってるでしょ。ちょ、木材が今度いらなくなってきたな。飯はある、飯はないんだけどある。だから早く作ってくれよ。おい、飯、あれ救護所か、これ。調理場はシフト長いですよね、忙しいから。これ生肉50個あるからさ、とりあえず上はしのげるでしょうな。つれー、飢餓に飢えた人に食料供給してます。あ、約束が破られた。え、暖房は頑張ったけどね。ちょっと待って、お兄さんだよこれ。過労死。生き延びるためには犠牲を払わなければならない。行け、大丈夫だ。あいつは過労死なんかじゃない、ただの投資だ。寒かったんや、働けば暖かくなる。働きが足りなかったんや。製鉄所、あー、いいっすねここね。製鉄所も欲しいね。ちょっと、あー、木材の人たちいらねえなこれ。ちょっとお休みいただいて、石炭パイルにぶっ込みます。あと1人働けます。そしたらハンター小屋に補充と。さあ、本当は家も建てなきゃいけないんだよな。家建てていい。マジ、木もったいねえから家建てていい。2列目テントガンガン建てよう。今のうちに木は消費しちゃう、使っていい。チャイルドシェルター、これ鉄使うな。あと30何人人来るぞ。だから雇用も準備しとかなきゃいけないでしょう。これはジェネレーターがシャットダウンしています。おお、そうかそうか、石炭がないからの。どやって言うことじゃないんだよな。お、スカウトが無事町へ帰還しました。食料50個でかい、木材147個いらない。くそ、あ、まだ空腹？あれ？まだ空腹？嘘、おかしいな。まず、この人たちが放置されたキャンプは行かなくてよくって、白き山道、こちらに行ってきていただきたいです。ちょっと待って、働くところがいっぱい必要になってきたな、これ。どうした？あ、生存者ナイス。ちょっとまずいな、希望、生きる希望がないなというか、家がねえな。家がないんよ、家が。今、頑張って建ててるんだけどね、これちょっと、なんか一マス空いちゃった気がするな。家、なんかいろいろ頑張って建ててはいるんです。家は建てているんですが、なんか知らないけど足りねえんだよな。あ、まだあと 1,2,3,4,7 個経つから足りるね、人は足りる。え、食料はなんとかなりそう。あとは病人だな、病人が足りないから病院を作りたいです。
病院は555と553と、患者はもうマックスフルフルでいますよっていう感じだから、病院はやっぱ何個かあと建てないとまずくって、病院建てましょう、健康救護所、おー狭え、ここでいいじゃん、ここほら、これでも意外や意外さ、ギリギリでさ、うまいこと言ってない、言ってないな、多分ね、このねペースでいくと最後無理なのよな。いやでもでもそこを頑張るのが、あでも寒くなんなこれな、寒くなんなこれ、まいったねこりゃ。ああ研究しよっか、研究じゃねえや、そうだな、まあ人工装具ですわな。ああでも働く人が足りないじゃないんだよな、あの病気になってほしくないんだよな俺。ああそういう意味でトリアージなのか、オッケーオッケー、なんか理解した、でも希望が低いわ待って、布告ができないぐらい希望が低いの、まず、あ、闘技場やっちゃった、まあ、いっか、闘技場作ってやろうぜ、決めた、間違って作っちゃったから闘技場作ってやろう、これもうクソ外側に作ってやろう、もう寒いだろって、寒い中でも戦えるから、ほらお前らさ、やっぱさ、K1 見たいだろ、K1 なに？あ、来た、あ、終わりの時来た、それが何を変える、どちらにせよ終わる運命にあるんだ、幸運なクソ野郎め、奴はすぐに死ぬだろ、奴をもう見ることがないと思うと生成する、奴を追放することで我々は救われない、いやベストは尽くしたよ俺。ということで最後までご視聴ありがとうございました、動画が面白かったら動画の高評価チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております、概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。